百科辞典に掲載された植物が植物がもしくはボタニカルアートは、博物画の一種で草花を科学的に正確に描出する、いわゆる植物細密画である。ボタニカルとは植物学的という意味であるため、直訳すると植物学的な絵画となる。植物図鑑の絵などが植物画である。植物画は植物学、農学、薬学、地理学、 あるいは園芸など植物に関わる学問、産業に資することが目的であるという点で、単なる植物の絵とは異なる。古代、エジプトや中国などで、薬草を見分けるために図譜が作られたのが、植物画の始まりとされる。カラー写真の技術がなかった、時代、標本を保存してでしか、植物の知識を得る方法はなかったが、標本は時間の経過とともに変色、退色、 萎縮などが進んでしまうことから生育時の状態を保ったまま保存するのは困難であり植物を解剖的かつ精密に再現した絵図が必要となった。また近代科学が発達する以前のヨーロッパにおいて薬物を研究する本草学ではほとんどの薬が植物であったことから正確な植物図が求められた。こうして 本格的に植物画というジャンルが生まれたとされる。一般的な植物の絵画では、それぞれの画家の好みで誇張する部分や写真する部分を選ぶが、植物画はどの部分も偏りなく正確に描く。植物画は原則として以下の4つのルールに従って描く。ありがとうございます。